ルイアイエは、フランスの画家である、天平の技法でも描いた、新印象派の画家の一人ともされる、バルドワーズ兼のポントワーズで生まれた。父親は商人であったが、父親の商売は失敗し、貧しい暮らしを強いられた。絵の才能を示したが、教育を受けることなく、独学で絵を学んだ。14歳の時に、フランスの水彩画家、アルマン・カサーニュの著書、 水彩の作品を読んで学び、後に、フランス科学者、ミシェル・ウジェヌ・シュブルールの色彩に関する研究を、書籍から学んだ。1878年に、パリに出て、装飾画家の弟子になり、パリの国立高等装飾美術学校のいくつかの授業にも参加した。1882年に、ポントワーズで、画家のカミリー・ユピサロと息子のリュシアン・ピサロと知り合い、彼らの紹介で、 1885年にポール・シニャックと会い、1886年にジョルジュ・スーラと会った。1886年の初めにスーラのスタジオを訪れ、スーラの代表作、グランド・ジャット島の日曜日の午後を見て、深く印象づけられると、天病のスタイルに転じた。スーラや、リュシアン・ピサロが参加した1886年の、 第8回印象派展に出展を求められたが参加しなかった。1889年のアンデバンダン展に出展して美術評論家のフェリックス・フェネオンに高く評価された。1890年にはブルッセルで開かれた20人展にも招待された。1891年にスーラが亡くなった後は保守的なスタイルに戻りポール・シニャックらのグループから離れることになった。 1894年から1897年まで多くの展覧会に出展した。1900年から1901年にかけて、アルプスやプロバンス、オーベルニュ、コートダジュールを旅した。1902年から1904年の間に6回の古典を開いたが、古典は失敗し、画家としての評価は低下した。デュニエボーの舞台美術の仕事などもした。 長く忘れられた存在になっていたが、医師で収集家のジャンシュテールによって研究が行われ、シュテールの没後、そのコレクションが市場に出たことによって再評価された。ありがとうございます。